京国町から見た、妖亭山町内風景京国町は、北海道尻ベ市総合振興局管内、妖亭山の麓にある町。妖亭山の湧き水が出る吹き出し公園は、道町の観光名所である。地名の由来は、開拓を率いた旧サヌキ丸亀藩主家の京国高徳。石狩振興局尻ベ市総合振興局、阿部田郡のニセコ町、マッカリ村とは、 陽山のの頂上の一点で接している札幌市南区とは地理上を隣接しているが、境界線はすべて森林であり、交通基盤が整備されておらず、札幌市へ直接行くのは不可能である。札幌市中心部とは70から80キロメートル程度の距離があり、最適な交通手段としては、肝別町、中山峠を経由し、自家用車で1時間以上を要する。 2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。かつては、旧国鉄伊ぶ線が走っていたが、1986年11月1日に廃止された。町内には、南京国駅、東京局駅、京国駅、北岡駅が設置されていた。また、京国駅は北駅間の支線も走っていたが、 1970年11月1日に廃止された、京国町商工会館に設置された京国バスターミナルが交通の拠点。ありがとうございます。